ウィリアムがね、帰ってこないっていうことで。一応合流したんだね。てかハイアムスコアもいるやん。ねー、そうなんだよ。もう結社の姿も確認したし、両兵の姿も確認したし、これで帰ってこないってなるとね、さすがにな。うん、これはちょっと、なんかあったと見て動いた方がいいね。珍しくなんかイラついてんな。確かに。はい。探索するとは言ってたんだけど、美味しいもの食べたついでにいい情報もゲットしちゃって。おう、お前、昨日ぶりだな。珍しくいかつい顔してるけど、昨日と大違いじゃん。ん？峡谷方面に巡視長が兵を裂こうとしてた。なんで？うん。なんで？あー、ダメだこれ。ダメだこの人。いや、そういう問題じゃないんだよ。あー、これダメだ。あー、これダメだ、この人。うん。それはちょっと耳が痛い話でもあるんじゃないかな。それは確かに耳が痛いかも。うん、っていう話はね、確かにマラソンで聞いたんだよ。お前、噛んでたんかこれ。さっきグスタフからも話聞いたけど、お前かよ。お前ちょっとやばいかもしれん。この先を見据えてるって。見据えて帝国政府と交渉。絶対手のひらの上で転がされてる未来にしか見えない。クロワール、愚かな老いとは違う。
ついでと言っちゃなんだけど、この話とどめとくわ。だったら屋台とかそういったところを回るべきだね。じゃあまずは商業区、はい。おお、うまそう。ブイヤベースか。はい。ああ、パエリアな。パエリア美味しいんだよな。俺も作るけどさ、あのおこげパリパリさ、なかなか成功しないんだよね。5回に1回なんだよ、成功すんの。ミディアムに負けず劣らずの食いしん坊だな。行こっか。じゃあまずは商業区。はい、こんにちは。子供見ませんでした。うわ、ちょっと寒いけどさ、俺サーティンは寄ろうかな。まあ、何時だ。あ、まだやってるわ。撮影満足したら俺サーティンは行ってくるわ。昼過ぎに来た。五段重ね。遺跡塔について聞かれた覚え。遺跡塔って何？あ、もしかしなくてもブリオニア塔か。へえ、コメントでさ、見かけることあるんだけど、あの前作で7組がなんでここに派遣されたのかが分かんないって、 B 班がね、なんでここに派遣されたのか分かんないって、一応言われのあるものは置いてあるんだ。そのノートンさんから話を聞いた、あのノルドンにあるあの巨像と同じものが、あのブリオニア島にもあるっていう話は聞いてたんですけどね。他にもあるんですね。そう。え？ついで？おごりですか？びっくりした。かっけえな。いいな、こういう教官。いいな。年齢が近い教官って、やっぱいいもんかもしれないね。じゃあ、次は、時々、キーボード間違えてさ。じゃあ、北通りの方行くか。見かけて、その前になんだっけ、昼過ぎだっけ、アイスクリーム屋さん。昼過ぎアイスと、
昨日の3時くらい。それどっち？午後の3時？食うねえ。昨日の3時か。オッケー。わざわざ赤文字で出してるってことはさ、なんかあるわ。これ絶対さ、選択肢来るぞ。昨日の3時。はい。カイト周辺に暗黒時代の遺物。いや、話聞かせてもらったし、ちょっと泊まらせてもらうよ。よし、生き返るな。というわけで、ありがとう。暗黒時代っては言うけどさ、その、まあもうなんかブリュニア島にいる気がするんだけど、あの巨像に関してはさ、あれ1200年前だったよね。暗黒時代以前の話なんだけど。ああ、くそ。ラストね。昨日の夕方くらいに来た。夕方ね、まあ、パエリアでいいのかな。多分パエリア食ったろ。だろうね。ここ最近の敷き具合、波の様子。うん、間違いなくブリオニア島だね。昼過ぎにアイスクリーム屋さん、3時にブイヤベース、夕方にパエリアなんで、これ。遺跡島に行こうとしていた。船で行くのにさ、なんか邪魔にならないかどうかっていう。でも確かその時ミリアムはさ、ノルドにいたはずだから。あ、でも逆にそれ逆にそれが興味を示すきっかけにもなっちゃったのかな。いい、ラウラ、エリオット、マキアス。まだ喧嘩中の時期でしたね、フィート・ラウラが。ノートン
から聞いた話、あの話が本当ならブリュニア島にもねあるっていう、まあもう俺は見ちゃったんだけどね、このショーが始まるときに。ブリオニア島、よし、 OK じゃ、沖合で話を聞くだったね。いた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 、あ、そっか、サブイベ以来だったね。見てない。あ、じゃあもうアガートラムで直接行ったんかな。あ、やっぱりそうか、船は使ってないんだ。うん、先生、え、え、また、え、ちょっと待って、またちょっと待って、また出てきたんだけど、うわ、いや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 、いやちょっと拡大しないでほしい、撃つなこいつ気持ち、おい、ちょっと待って、リン、話しかけちゃダメ、話しかけちゃダメ、反応すんな、近づくな近づくな近づくな、待て待て、会話始めないでそうなんだけどさ、もうね、教授が出てきた時のさ、あのパートでさ、コメントもさ、めっちゃ面白かった。かばい方がみんなおかしいもん。この人はさ、怪しくないよってさ、ダイレクトに言ってくれてる人がさ、誰一人いなかったんだよ。何、メガネもしてないからとかさ、教授だからってそんなに怪しむのはダメですよとかさ、なんだろう、この人は怪しくないっていうさ、コメント自体はなかったんだよ。なんだみんなそれもう自明だよみんな。はあ、ああ、あっちにも行ってきたんだ。地質調査。もうなんだろうな、敏感になってんのかな。地質って聞くとさ、地勢ってピクンってなっちゃうんだよね。あ、マジか。ああ、なるほどな。間違いなくミリアムだね。か、もしくは、か、もしくは、教授、教授だから、わざと見落としたとか、なあ、教授。ま、魔獣もいるのか。
静か。マジか。よし、じゃあ準備しよっか一応。